希望先生2等身同意ゆっくり弾いてみましょう。タンタ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 ぐらいのテンポですね。1、2、3はい、もう一丁。もう一丁。もう一回だけ。では歌いきます。はい、しんどい。今日はまた対面式のねレッスンをやってみました。まあこれはちょっと難しいね早弾きの曲ではあるんですけども、まあ、ある程度ねその繰り返し、あの今の指の動き、そしてテンポ感も繰り返しお稽古してみてください。実際の速さはもう少し速くなりますけども、今の速さでしっかり指を覚えれば速くなるのもそんなに苦ではないと思います。早弾きの曲をね弾きたい方多いと思うんですけど、実際の速さで練習しようとする人がいますけど、それはねやめた方がいいです。綺麗にそのゆっくり指の場所を覚える、そしてそれをだんだん速くしていくっていうのの方が確実に弾けるようになりますし、忘れないです。ぜひね等身通りやってみてください。岩先生でした。後からね。